はい、こんにちは。今日はですね、ロシアの情勢とウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ワグネルトップ停戦すべき時が来た。ロシア軍の敗北にも言及。ロシアによるウクライナ侵略でロシア軍側で参戦しているロシア民間軍事会社ワグネルトップのプリゴジン氏は14日、プーチン政権は軍事作戦の終了を宣言すべき時だとする声明を交流サイト SNS 上で発表した。同氏はまた、ロシア軍は東部ドネツク州全域の制圧とする主目標を達成できそうもない上、ウクライナ軍の反攻で敗北する可能性があるとも警告した。ワグネルの部隊は最激戦地の東部ドネツク州バフムトをめぐる攻防でロシア軍側の主力を担当。プリゴジン氏はロシア軍側の戦力低下を認識し、作戦の終結を求めた可能性がある。ただプーチン政権は軍事作戦は目標達成まで続けるとしており、現時点で停戦に動く可能性は低いとみられる。プリゴジン氏は声明で、ロシアはウクライナ領の重要地域を占領し、ロシア本土と実効支配するクリミア半島を結ぶ陸路も確保するなど十分な戦果を達成したと指摘。侵攻開始から1年にあたる今年2月24日時点の前線を停戦ラインとすべきだと主張した。停戦しない場合、ロシア軍はウクライナ軍の反攻で占領地域を奪還され、威信も失う恐れがあると指摘。ウクライナはかつてロシアの一部だったかもしれないが、今は国民国家だとも述べ、ウクライナはロシアの一部だとするプーチンロシア大統領の持論に安易を唱えた。このように報道されております。このプリゴジン氏の発言は、今後ロシア国内の世論やロシア国内の主戦論派、またはプリゴジン氏を支持してきたロシアの軍事ブロガーなどに大きな影響を及ぼす可能性も考えられると思います。今回のプリゴジン氏の発言でウクライナ侵攻に関しまして、ワグネルとプーチン政権の亀裂は決定的に深まった可能性も排除できないように見えると思います。来年3月にロシア大統領選挙を控えているプーチン大統領は、プリゴジン氏に東部ドネツク州全域の制圧とする主目標を達成できそうもない上、ウクライナ軍の反攻で敗北する可能性があると公に主張されたことで、その威信に大きな傷がついた可能性もあるように見えると思います。ウクライナ東部ドネツク州全域の制圧という目標をロシア軍が達成できないということが発生しますと、そのことはプーチン大統領が述べてきたウクライナ東部ドンバス地方全域制圧、ここにはドネツク州とルハンシク州2州が含まれるわけですが、このプーチン大統領の述べてきた主要目標、ウクライナ東部ドンバス地方の全域制圧も達成できないということになると思います。そしてプーチン大統領が述べてきた主要目標、ウクライナ東部ドンバス地方の全域制圧ができないということになりますと、プーチン大統領はプーチン政権の体制を維持することが困難な情勢に直面する可能性も考えられると思います。ですので、そうした視点から考えますと、今回のプリゴジン氏の主張は事実上のプーチン政権への退陣要求にも聞こえてくるようにも見えると思います。こうした中、次のような報道があります。ウクライナが電力輸出を再開。ロシアのインフラ攻撃から復旧。ウクライナのエネルギーインフラが数ヶ月にわたるロシアの攻撃から復旧し、6ヶ月ぶりに電力輸出を再開した。ロシアは昨年10月以降、ウクライナのエネルギーインフラに長期間意図的な攻撃を繰り返していた。ウクエネルゴは8日、ロシアはこの戦争で1200発以上のミサイルとドローンをエネルギー施設に向けて発射してきたと報告。欧州国のエネルギーシステムを破壊しようとする攻撃としては最大のものだと述べた。イギリス国防省は8日公表の分析で、ロシア軍の電力インフラ攻撃について失敗したようだとし、インフラ施設への攻撃がほとんどなくなっているとしました。そしてミサイルによるインフラ施設への大規模攻撃がほとんどなくなり、春以降にウクライナのエネルギー事情が改善していくと予測しています。こうした中、侵攻の長期化でロシアのミサイルの在庫は尽きかけていると指摘されております。このように報道されております。つまりロシア軍は約1200発のミサイルを使いながら、何ら戦術的効果も戦略的効果も得ることができず、そのことでロシア軍のミサイルの在庫が尽きかけている状態と直面しているということが指摘報道されていることになります。こうしたことから、ロシア軍は約1200発ものミサイルを単に無駄遣いしたようにすら見えます。さらに次のような報道があります。ロシア
特別部隊を編成、ウクライナに供与の米欧製戦車に対抗。ロシアによるウクライナ侵略で、ロシア軍高官は9日、米欧諸国からウクライナに供与される主力戦車に対抗するための特別部隊を編成したと発表した。タス通信が伝えた。ロシアは従来、ウクライナ軍が米欧製主力戦車を実戦投入しても戦況は変えられないと主張。だが、戦車のウクライナへの引き渡しが進んでおり、ロシア軍はウクライナ軍が反攻を本格化させることを警戒している模様だ。同高官によると、部隊には狙撃兵や携帯型対戦車ロケット弾を運用する兵士、ドローンの操縦を担当する兵士らが含まれるという。特別部隊の規模や配備される場所は明らかになっていない。ロシア軍高官は、ロシア国防省系テレビ局のインタビューで、ドイツ製のレオパルト2、イギリス製のチャレンジャー2、アメリカ製のエイブラムスについて、研究が終わった。強みも弱点も知っている、と主張しました。主力戦車のウクライナへの供与をめぐり、米欧側はドイツ製のレオパルト2やレオパルト1、イギリス製のチャレンジャー2、アメリカ製のエイブラムスなど計300両規模を引き渡す計画だとされる。欧米メディアやウクライナメディアによると、すでにレオパルト2やチャレンジャー2など数十両の引き渡しが完了している。ウクライナは米欧製戦車で複数の戦車大隊を編成し、反攻を開始する方針。このように報道されております。ロシア軍は特別部隊と主張していますが、報道を読む限りでは歩兵による対戦車部隊のように見えると思います。そもそも西側戦車に一番対抗できるのは同程度の性能を持つ戦車や戦闘ヘリということになってくると思います。また敵戦車への対抗手段を講じるというのは特別なことではないと思われまして、対戦車兵器や狙撃兵配備などはある種普通のことであると思います。そうしたことをあえて特別部隊というふうに主張するということは、これはですね、ロシアプーチン政権、ロシア軍としてはある種国内向けに喧伝しているようにすら見えると思います。今回ロシア側が言及している携帯型対戦車ロケット弾というのはコルネットという兵器ではないかとの指摘もあります。ただこうした兵器をロシア側が持っていることは西側、ウクライナ側も当然知っておりまして、特別なことではないと思います。つまり今回ロシア軍側が主張するいわゆる特別部隊は、戦車不足、砲弾不足、そして制空権を取れていない状況におけるロシア軍側の苦肉の策というのが実情である可能性があるように見えると思います。またこうした特別部隊というのは、昨年秋に招集された予備役などで編成される可能性も指摘されております。他方ロシア軍の予備役部隊というのは訓練不足や練度が低いのではないかという可能性も指摘されております。ですので特別部隊といってもどこまで現場において対応力があるか疑問にも見えてくると思います。ロシア軍はサハリンの南にあるダーチノエという最も極東の武器庫を開け始めている。またウラングでブリヤート共和国にある戦車ストックはロシア最大と言われる第227中央戦車保管センターですが、すぐ使えそうな戦車はあらかた引っ張り出しているとみられます。つまりロシア軍は予備の兵器を相当使っていると思われます。さらにアメリカの当局者によると、ロシア軍の発射する砲弾が1日平均2万発から約5000発に減少したとの報告もあります。こうした中、ロシア軍の使用している砲弾には錆びて使い物にならない古い砲弾も支給されているとの指摘もあります。またロシアの砲弾生産能力は1日あたり700発程度とされ、砲台6門で撃てば15分で終わるとされます。またロシア軍の撃ったロケット弾を調べると、製造番号が新しいことが指摘されております。これは作ったらすぐ使っているということの証左であると思われます。さらに4月8日、戦争研究所はロシア軍司令部は前線での活発な攻撃行動が行われていない地域への弾薬の毎日の支給をほぼ完全に停止することを決定した。ウクライナ軍の反転攻勢に起因する部分もあると報告しております。これらのことから、ロシア軍にはウクライナ軍の反転攻勢に耐えられる砲弾が不足している可能性が指摘されております。ロシア軍の砲弾はウクライナ軍の反転攻勢に耐えるかどうかという問題より、日々の戦いをどうするかという状況に直面している可能性があります。このように報道されております。こうした中、ロシア軍は新たな師団を編成するとしておりましたが、遅々として進んでいないのではないかという指摘があります。 ISW は次のように報告しております。原文が英語でありましたので、僕の方で
和訳、要約させていただきました。ご了承ください。ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は1月17日に数年かけて12の新しい機動師団を編成する計画を発表した。しかしクレムリンは経済的な効果を活用し大規模なロシア軍の生成を支援するために必要な努力と再編成をまだ行っていません。現在のロシアの中途半端な対策と分散化された採用活動は秘密裏の動員、地方に依存しボランティアを生み出すこと、新しい小規模な民間軍事会社に依存することなどの力を再生成するためのもので、さまざまなロシア国営企業に採用キャンペーンのスポンサーとなり費用を支払うよう圧力をかけ、そのための支払いなどの負担をさまざまな白引きやロシアの各州に転換しようと努めています。クレムリンは占領下のドネツク州でのボランティア募集活動に対してロシアの国営エネルギー会社ガスプロムに請求し、ボランティアに月額40万ルーブル、約4900ドルの給与を提供していると伝えられている。ロシア下院の役人はロシア市民の所得に対して新たに 2% から 3% の軍事税を導入することを提案しました。この規定によりプーチン大統領は既存の連邦資金の負担を軽減できるようになりますが、より多くのロシア国民を怒らせる可能性があります。これらの様々なロシアのグループのリソースは有限です。彼らを徴用しようとするクレムリンの現在の持続不可能な努力は、根本的な資源の生成を行う方策と資源配分の改革なしには尽きてしまうだろう。これらの現在の取り組みは短期的には追加の戦闘力を生み出します。しかしそれはコストの増加に伴い限界収益を減少させるでしょう。ロシアの現在の資源配分モデルと経済規模、個々の資源の貯蓄を利用することは相乗効果を生むことはありません。1回限りの支払いと累積障害給付の両方で金銭的インセンティブによる志願兵募集に依拠し続けるというクレムリンの決定は大きな長期的な構造的コストを生み出し、無期限に持続することはできません。このように報告されております。この ISW の報告から見えてくることは2つあると思います。1点目、ロシア国防省は1月17日2023年から26年に軍の大規模な改革を実施すると表明。ロシア国防省は昨年12月兵力を150万人規模にまで増強する方針を示しています。しかし今回の ISW の報告を見る限りでは、ロシア国防省が実施すると表明している大規模な改革は進んでいない可能性があるように見えまして、さらに兵力を150万人規模に増強し、それを長期的かつ安定的に維持していくということも難しい情勢に直面している可能性があるように見えます。2点目、ロシアのショイグ国防相はフィンランドの NATO 加盟でウクライナでの紛争がさらにエスカレートする可能性が高まると警告。グルシコ外務次官は NATO の軍などがフィンランドに配備されればロシアは軍事的安全保障を確実に確保するための追加措置を講じると警告していると報道されております。2022年7月6日フィンランドのイルタ・サノマと日刊新聞が伝えたところによりますと、フィンランド国境に隣接するロシア側の3つの地域、北部、中部、南部とエストニアに接する地域のロシア軍部隊がウクライナ方面に移動したと報道されております。つまりロシア軍はフィンランドの NATO 加盟によりまして、フィンランド国境に隣接するロシア側地域からウクライナ侵攻のために移動した兵力を元に戻した上でさらに兵士を増強する必要性と直面している可能性が考えられると思います。しかし今回の ISW の報告を読む限りでは、大規模な軍改革も進んでいない可能性がある状況で、さらに約1300キロにも及ぶフィンランド国境に部隊を増強する、または軍事的安全保障を確実に確保するための追加措置を講じることは難しい可能性があるように見えます。こうした中、ノルウェーはロシアへ次のような姿勢を示しております。ノルウェー、ロシア大使館職員15人を国外追放、スパイと認識。ノルウェー政府は13日、ロシア政府の諜報員として活動していたとして、同国の首都オスロにあるロシア大使館の職員15人を追放した。ノルウェー外務省は、諜報活動でのロシア政府からの脅威の増大と、欧州における治安状況の悪化に対応する措置としている。同省によると、ロシア大使館の職員15人を監視したところ、外交上の地位にそぐわない活動に従事していることが判明した。15人はペルソナ・ノン・グラータと通告され、
外交特権を剥奪されてすぐに国外退去しなければならないと同省の声明にはある。今回の追放はロシアのウクライナ侵攻を受けて欧州各国で安全保障上の懸念が広がる中でのものだ。ビットフェルト外相はロシアは現在ノルウェーにとって諜報活動で最大の脅威となっている、我々はこれを非常に深刻に捉えており、我が国におけるロシアの諜報活動への対抗措置を今実行していると述べた。ノルウェーは1年前にも外交官としてオスロに勤務していたロシアの諜報員3人を追放した。ビットフェルト氏はノルウェーはロシアと正常な外交関係を維持しようと努めており、ロシアの外交官はノルウェーで歓迎されることを強調しておきたいとも述べた。ただしノルウェーは外交使節団が密かに諜報活動を行う目的で悪用されることは受け入れないと釘を刺した。このように報道されております。また NATO に加盟したフィンランドは2022年4月にロシア外交官2人を国外追放したことが報道されております。スウェーデンも2022年4月5日ロシア外交官追放を発表しております。当時 EU 内でロシア外交官追放の動きが拡大していたことに関連しまして、フランス外務省はスパイ行為や偽情報の流布などを念頭にフランス国益に相反する活動をしていると説明しておりました。これらのことからノルウェー、フィンランド、スウェーデンがロシア大使館職員や外交官を国外追放していることが報道されており、このことからロシアプーチン政権の北欧への諜報活動というものは機能しなくなった可能性があるように見えます。またノルウェーは EU 市場向け天然ガスの供給という意味でも影響力を増大しているように見えます。 EU 市場向け天然ガス最大の供給者は従来ロシアガスプロムでしたが、昨年の EU 向け最大の天然ガス供給者はノルウェーのエクイノール社になりました。一方ロシアは2030年までに LNG 生産能力倍増を目指していますが、ロシアガスプロムは欧州ガス市場を喪失したので、むしろ LNG 生産量は減少する可能性大です。このように報道されております。またロシアの北極圏への重要拠点となっているロシア北方艦隊軍管区司令部があるセベロモルスクは新たに NATO に加盟したフィンランドから近く、さらに NATO 加盟国のノルウェーからも近い位置にあります。セベロモルスクにはロシアの弾道ミサイル核が積める源泉の3分の2があるとされます。つまりフィンランドの NATO 加盟という事態はロシア軍の核抑止のバックボーンとなっている拠点の目前まで NATO 加盟を許してしまったことになるという指摘が報道されております。こうした情勢から今後フィンランド、ノルウェーが北極圏での安全保障の枠組みを強化し、そこに今後スウェーデンも入ってくる可能性が考えられることから、そうなりますと北極圏、北極海におけるロシア北方艦隊の影響力低下という情勢も考えられてくるように思います。つまりロシア、プーチン政権、ロシア軍は1点目、ウクライナ情勢でロシア軍が大きな損耗を出す中、新たな師団を編成し、ロシア軍の大規模な改革を実施し、さらに兵力を150万人規模にまで増強し、なおかつ NATO に加盟したフィンランドと接する約 1300km の国境に部隊を増強するか、軍事的安全保障を確実に確保するための追加措置を講じると表明していることになります。しかしそうしたことをロシア、プーチン政権、ロシア軍が西側からの経済制裁を受ける中で実現するのは非常に厳しい可能性があるように見えると思います。2点目、こうした情勢の中、クレムリンは兵力増強の案として秘密裏の動員、地方に依存しボランティアを生み出すこと、新しい小規模な民間軍事会社に依存し、さまざまなロシア国営企業にスポンサーとなり費用を支払うよう圧力をかけ、そのための支払いなどの負担をさまざまな白引きやロシアの各州に転換しようと努めており、さらにロシア会員の役人はロシア市民の所得に対して新たに 2% から 3% の軍事税を導入することを提案しているということが指摘されております。こうしたロシア、プーチン政権、ロシア軍の取り組みは目先の対応に終始し、ロシア国民からの反発を増大させ、長期的かつ根本的な問題解決をしていくという視点に欠けているように見えます。こうした状態をプーチン政権、ロシア軍が是正できないようですと、1点目、ロシア軍はバルト海、そして北極圏、北極海でのロシア海軍の影響力が低下する一方、 NATO 加盟国のフィンランド、ノルウェーの影響力は増大していく情勢に直面する可能性。2点目、ロシアとフィンランド国境においてロシア軍はフィンランド軍に対して有効な対応策が取れない情勢に直面する可能性。こうした情勢と直面する可能性があるように見えます。
ロシアプーチン政権はウクライナ情勢、そして北極圏の情勢において難しい情勢と直面しているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。そして国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。